共通テストの参考書を書きます、はい、で中身こうするみたいなどこができます、どうですか、やっぱセンターと比べてどうですか、結局すごい読む力のある人からすると力で出てきてるこういうのなんか入れてほしいとかこうしてほしいみたいな視聴者の皆さんからですね、ああ募集、皆さんと一緒に形にしていきましょう。さあ、では始まりました、マテッチャンネル。さあ、今回はですね、再び岡崎先生においでいただきました。ありがとうございます。はい。実はですね、私たちからの新たなプロジェクトのお知らせということでですね、はい、私たちですね、共通テストの参考書を書きます。はい。11月くらいに出るんですかね。おー、11月発売予定ということで、かなり大変ですね。はい、そうですね。はい、もう見てる人からすると、なんだまだそんな先かよって思うかもしれないですけど、めっちゃ大変ですね。ですね。はい、もう書き始めて、はい、8月くらいに。うん、書き終える感じですよね。なるほど、はい、じゃあ8月に書き終えて9月に出したらどうですか。いや、そうなんだ、構成とか音声とかリスニングが、そうでした、すっかり忘れました、はい、構成も僕もしなきゃいけないですね、はい、そうです、私監修なので、森田先生に監修していただいて、はい、僕がリスニングをメインで書いて、はい、斉藤先生、福岡の斉藤先生がリーディングをメインで書く、はい、取説の先生ですね、はい、やるという形で3人でやっていく感じになりますんで、はい、いやすごいですね、なんかこの2人ね、関先生の講師オーディションで一緒だったお二人、うん、で武藤先生優勝して、うんうんうん、武藤先生と僕もいっぱい書いてますし、すごいつながりますね、つながりますね、講師オーディションでつながった縁ってすごい大きいですね。そうですね、本当に皆さんね、出てください、本当にもったいない、うん、いやすごいですね、そんな感じでやっていくわけなんですけど、まあ共通テストについてね、ちょっといろいろ聞いていこうかなと思います、はい、あとは書いていくにあたってこういうのなんか入れてほしいとかこうしてほしいみたいなのもぜひ視聴者の皆さんからですね、ああ募集、はい、なるほどなるほど、しようかなと思います、はい、こんな本にしてほしいとか、うん、ここをねやって差別化してほしいとかね、うん、この決めるシリーズとは違うような形にしてほしいとかっていうのがあったら、うん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 、ぜひいただきたいかなと思いますね。ちょっとまあ1年目なんでね、まあ0年目よりは全然いい本にはなると思うので、うん、そうですね、1年目は大変、2回分ありますしね、そうなんですよ、はい、第1日程と第2日程とそちらがあるので、うん、その前まではね、いわゆる共通テストの、 あのサンプルですよね、思考調査って各予備校がいろんな模試を作ったりとか、うん、そして本を作ったりして、うんうん、うまくいかないかったよ、うまくいかなかったですねうまくいかなかったよ本当に、はい、やっぱり全然違ったよっていう感じだったんで、うん、まあその辺をねちょっと分析していろいろこういう風にしていこうっていうのを決めて作りたいと思いますね、うん、今構成としてはどんなの決まってますか、ね、構成としては一応20日間完成になりますね、はいはい、なのでその11月12月にその発売されてからやれば全て解決、なるほどなるほど、で中身こうするみたいなどこまで決まってます、一応分野ごとに大門ごとにここを見ればいいとかこの問題はこう解けばいいっていう話がメインになる本になりますね、なるほど、じゃあ解き方を解説した本になるっていう感じですね、はい、なんで普段は別に共通テストじゃなくてもいいのでちゃんと英語を読めるようにしておいて11月12月にその仕上げとして使うとベストかなと思います、ね、なるほどなるほど、じゃあ皆さんは普通に勉強してて、うん、お待ちください、お待ちください頑張りますので、その時までにできるように頑張りますん で、はい、でもしかしたらね、でまた次のね来年になってそれやってみたら蓋開けてみたらちょっと違ったみたいになったら、うん、全然違うとかもありますけどね、ま、書き直し、はい、ちょっと大変かもしれないですけど、はい、実際じゃあどうでしたか、今年の問題解いてみてどうだったっていうのですかね、面白くはなかったですね、面白くなかった、すごい共通テストの感想、はい、面白くなかった、面白くないな、え、どういうとこ面白くなかった、やっぱでも全部嘘じゃないですか、嘘フィクションじゃないですか、あ、なるほど、なんか試験用に作られた英語なので、はいはいはい、面白みはないなと思います、うん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 、リアルを装った偽物みたいな、はい、偽物ですね、あんなテキストする人いないんですしね、あ、はいはいはい、あんなメッセージのやり取りとか、はい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 、メッセージのやり取りもそうですね、 USB USB 忘れたみたいな、ハートついてたりとかあんなのちょっとリアルじゃないと、うん、まあ、そうですね、まあ、使う表現とかも限られてますし ね、 そうですね、なるほど、その辺が無味無臭みたいな感じが、無味無臭ですね、やりながら
みたいな。ああ、みたいな。テンションは上がらないですね。え、どうですか？トイックとかもそうですか？トイックも僕はテンションは上がらないですね。どういうの？あ、まあ、理系ですからね。旧大の。そしたらやっぱ英検とか、トーフルの方がやっぱり英文読んでて面白いですね。なるほど、そうですね。大学入試も面白いですね。うん、うん、ね、確かに、うん。二次の長文とか。そうなんですよ。そう。まあ、トイックとかやってて、英語としてね、学ぶことはあったりするんですけど、自分自身も解いてて。まあ、明日これ撮ってる、撮影してる、次もトイックですけど、そういうことはあるんですが、内容でね、そう面白いと思えるのはやっぱ圧倒的にTOEFLとか大学受験の方ですね。勉強になります ね、 そうですね。こんな生物が、こんな新たな技術がみたいな、そうですね、出てきて、みたいなことありますよね。あ、なるほど、そういった面では面白くなかったと言ってて、どうですか、やっぱセンターと比べてどうでしょう。センターもまあ面白くないです。センターも面白くない、はい、そうですね。センターの方がまあいろいろとね、知識を問う問題があったんですけど、ね、センターの方がまだ僕は好きだったんですけど、ね、うんうん、長文は無味無臭だったけど、知識をね問う問題がいろいろとあったんで、うん、まあ、その辺がね、英語を勉強するっていうのでは、うん、まあ楽しめたりとか、うんうん、あとはあそこしかね点取れない人たちもいましたし、 で、ね、逆にあっちが取れない、知識の方が取れない、うん、発音アクセントとか取れないって言って満点を逃すみたいなね人がいたんですけど、今回のはそういう知識問題がバッと取っ払われて B2 までのレベルでポンとなってるんで、うん、逆にね下の人たち、その細かい問題、文法とかで取れてた人たちは取れない、うんうんうん、もう読解ばっかで時間もかかるし、うん、もう嫌になっちゃう。逆に読解の部分を余裕で取れるけど、その知識で落としちゃってた人たちはもう余裕だ、やった、うん、読解しかないから落とすところがない、これで全問正解確実みたいになってますもんね、うん、ただ文法の知識リスニングで出ますよね。あ、なるほどなるほど、うん、なんで文法できない人はリスニングで落としちゃうので、うんうんうん、ちゃんと文法もやっといてね。文法やらないと行き詰まりますからね。そう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 、そうなんですよ。文法をね軽視してる人多いんで、うん、そうなんですね。まあまあ、それでまあいろいろありましたからね。なんだこの読解ばっかりで下のレベルの人たちは解けない解けないって言ってて、うん、上のレベルの人たちは余裕ってなって、うんうんうん、しかもあれっていわゆる速読力とか、うん、情報処理力を問うてるわけじゃないですか、うんうんうん、まあ、スキミングスキャニングとか、うん、照らし合わせるとか書いてあるものから推測するとか、うん、そういうよくある、まあ、4技能試験が問いたいところを聞いている、うん、まあもともと4技能用のですよね、過渡期の試験ですからそういうのを問うてるのに、結局すごい読む力のある人からするとなんか力でねじ伏せるみたいな、ねじ伏せる感じですね。速読とは何みたいな、ね、うん、普通に読んだけど精読すれば解けるからみたいなんでやった感じだったんですよね、うん、そういうのはうんって思いましたけど、そんな文章だったりするのを面白く書くんですもんね。そうですね面白く書くのも難しいですけど、面白くね、もう、はい、みんな目が離せないように、ね、書きますから、はい、あ、でもリスニングがメインですもんね、岡崎先生は。はい、そうですね、リスニングは僕すごく好きなので、あ、よかったです。リスニングはまあ確かにね、あれもでも情報処理が大変ですからね、うん、大変ですね。で2回読み1回読みとか、うん、1回読みがやっぱりねかなりきついっていう人たちもいたんで、うん、そういうのになんかちょっと対策とか入れるんですか。対策入れていきます。じゃあちょっと小出しにしてくださいよ、リスニングのコツ。まず実際どう発音されるかっていうのはやっぱ知っておいた方がいいですね。なるほど。なんかやっぱり知ってる知識と実際の音とにギャップがあるので、うん、そこを埋めていった方がいいと思います。おで埋めた後に例えばこういうパターンが来たらこうとかいうのを後からテクニックを埋めていったらいいですね、うんうんうん、20日間しかないですから、うん、なるべくそれまでに基礎ができててくれないと困るってことですよね、うん、はい、皆さんじゃあそのちゃんと音学んで、やっぱ知らない単語聞こえないですからね、うんうん、聞こえる表現を増やした段階で、はい、一応中に盛り込んでいきます。ああ、発音のルール的なルールか、ほうほうほう、あとどう勉強すればいいかとかも盛り込んでいくんですけど、うん、あと20日間しかないってところでこう詰める、うん、なるほど。それまでに、それまでにやっといてほしいって感じですね、うん、まあそうですね、ルールについて詳しいですからね、はい、好きですね。斉藤先生もそうですもんね。あ、斉藤先生もそうですね。アクセント発音のルールとか出してますしね、うん、本もね、関先生とそれこそ一緒に、うんうんうん、じゃあいよいよ楽しみですね、はい、こういうのもぜひですね、本当に皆さんの声によっていくらでも変わるので、うん、珍しい参考書ですよね。そうですね、 YouTube 通して皆さんの意見が本になるということなんで、うんうん、ぜひ皆様と一緒に形にしていきましょう、共通テストですね、はい、ぜひコメントください、はい、となっております。そして大崎先生のチャンネルも、はい、貼ってありますので、はい、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ここからはですね、英語講師オーディションで優勝できなかった次は優勝した、次は優勝変なの作って変なの作ってちょっとパト先生の枠取らないでください
バト先生と共同でやっても面白いかもしれない。あ、なるほど。2人とか考えたことなかった。今までいなかったわ、そういえば。でも出てくるかもしれないですね。交渉受賞のチームあるかもしれないですからね。はい、ぜひ交渉受賞の方もまたやるとき、はい、楽しみにしてください。来月でしたっけ？来月早い。もうちょっと余裕ができてから夏ですかね。夏 8月に甲子園的な。甲子園、うわー、できるかな。じゃあちょっといろいろ頑張ってみます。はい、お願いします。岩瀬にはトロフィー渡せてないみたいな。あ、確かに。すごい、トロフィーと盾両方とも渡せてないんですけど、本当はね、はい、一緒に来れたらよかったんですけど、ね、そうですね、甲子オーディションメンバーでここに。ああ、いいですね。そういうのもね、なんか、いずれ。密になっちゃいますね。密になっちゃう。もう全国散らばってますしね、人。そう、いずれね、そういうイベントもできたら面白いかもしれないですね。うん、その辺のことも期待してください。早稲田法政寺でやるかもしれないし、あるかもしれないんで。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。